こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。ベクトルの平行と垂直をバチッと押さえていきましょう。こんな問題です。ベクトル A とベクトル B がこんな風にあるときに、平行である K の値と垂直になる K の値を求めなさいという問題です。ではベクトルが平行だったら成り立つことは何ですかというと、ベクトル A とベクトル B が平行だったら、ベクトル B はうんちゃら倍のベクトル A となる実数うにゃうにゃがありますよっていうことですね。まあこれは、どんな文字でもいいんですが、だいたい教科書には K と書いてあるので K と置きました。どういう意味かというと、ベクトル A とベクトル B が平行っていうのはこんなイメージですね。ではベクトル A を何倍かしてミョニッと伸ばしてあげると、ベクトル B とパチンと一致するよねっていうことです。そうなるような実数 K っていうのは存在しますよねっていうことです。まあ何倍かっていう、その何倍かを K で置いてるわけですね。で垂直っていうのはどういうことかというと、ベクトル A とベクトル B が垂直っていうことは、このナス角が90度っていうことですよね。垂直なので、では内積 AB っていうのは絶対値かけ絶対値かけコサインナス角なんですが、ここのナス角っていうのは90度になるわけで、コサイン90度っていうのが0になるので、結局内積が0になりますよっていうことですね。これが平行と垂直です。まあまあめちゃめちゃよくできてきますね。はい、ではやっていきましょう。 A 丸1番いきましょう。ベクトル A とベクトル B が平行であるので、平行だったらうんちゃら倍となる実数うんちゃらがあるんですね。ということでベクトル B イクオールうんちゃら倍のベクトル A なんですが、ここに K っていう文字が出ているので、ここを K ベクトル A にしたらもう大変ですよね。文字がもうむちゃくちゃになっちゃいますからね。ですので、M っていう変数で置いてあげましょうか。まあ何でもいいんですよ、文字は。宮古寺の M でございますよ。となる、実数 M があるわけです。さあさあ、じゃあベクトル B の成分って何ですかというと、-6、-K、-2ですね。で M 倍のベクトル A の成分っていうのが3、-2、1なわけですね。ではこの M っていうのをここにポンポンポンとかけてあげれば、 3M、-2M、M になるわけですね。では X 成分と X 成分がイコールになるので、-6=3M で、 Y 成分と Y 成分が等しくなるので K=-2M、 Z 成分と Z 成分が等しくなるので -2=M になりますね。でこの連立方程式を解いてあげれば、実数 K っていうのが求まるわけです。さあただこれ気をつけないといけないのが、文字が M と K2 つに対して式が3本ありますね。じゃあ上2つでこれ M と K の値って出ちゃうじゃないですか。まあ下2つでもいいんですけれども、まあこれ ① ② ③ と置きましょうか。この ① と ② とは違いますからね。はい、では ① ② より K と M の値が出ますね。ちょっと下は無視しますよ。2つの文字は2つの式から出るので、では M っていうのはマイナス2になりますね。はい、で K の値っていうのが M にマイナス2を入れてあげるとマイナス2×マイナス2で4になりますね。こんな風に2つの式から2つの文字の値が出るわけです。じゃあこの余った ③はどうしないといけないんですかというと、この M と K でこの ③が本当に成り立つんですかというのを確認してあげるわけです。で今 M が -2って出たので、この2つの式からちゃんとこれって ③が成り立ってますね。こう連立っていうのは ① が成り立ってかつ ② が成り立ってかつ ③が成り立った時に初めてそれを答えにしていいよっていうことですからね。ちゃんとこいつも成り立たないといけないわけですよ。じゃあこの時、ちゃんと ③も成り立ちますよね。ですから m=-2 っていうのと k=4 っていうのはこの ① ② ③ の解であるよということが言えるわけです。で今求めたいのは k の値なので、求める k の値はこの4になりますね。これが ① 番の答えです。では ② 番いきましょう。じゃあ消しますね。はい、ということで ② 番いきましょう。 A 垂直 B であるので成り立つことは何ですかというと、内積0ですね。
ということで、ベクトル A とベクトル B の内積が0になりますよと。ではベクトル A とベクトル B の内積ってどうなるんですかというと、正分の内積取りましょう。 X 正分かけ X 正分足す Y 正分かけ Y 正分足す Z 正分かけ Z 正分っていうのが A と B の内積ですね。ではやっていきますよ。 X 正分かけ X 正分で3かけマイナス6ですね。これが X 正分で出たやつです。プラス Y 正分かけ Y 正分ですね。よいよいと。プラス、y 成分かけ y 成分ですよ。はい。で最後 z 成分かけ z 成分ですね。z 成分かけ z 成分で1かけマイナス2ですね。これが成分の内積ですね。でそれがイコール0になりますよということです。あとはこれ計算したらおしまいです。サブ618マイナス 2K マイナス2イコール0ですね。 2K イコールマイナス20になりますね。ですので求める K の値はマイナス10になりますよということです。これが丸2番の答えですね。まあこの平行と垂直っていうのは本当によくベクトルの世界では出てくるので、このイメージとともに覚えてもらえればと思います。はい、合格できる。